レベルアップとともに歴史を積み重ねてまいりました K1 甲子園高校生日本一決定トーナメント2020最激戦区24人エントリーアンダー55キロトーナメント、さあファイナルです。決勝戦、スタイル高校3年野田葵君、スタイル高校3年17歳野田葵、赤コーナーから出陣です。青コーナー19番東京都立荒川商業高校3年大村直樹君、対して青コーナーから大村直樹、荒川商業高校3年生17歳、3年生対決となりました。最軽量級、つまり松本選手、はい、ご自身と同じ階級ですし、やっぱり速さとテクニックですよね。はい、そうですね、すごい楽しみですね。この2人に関してはどう見えてますか？野田選手も、まあ、勝ち上がってきた。でも大村選手結構パンチ、はい、準決勝はあんまりなかったんですけど、本当パンチみたいですね。やっぱりそうですか、はい、それ得意としていますからね。そうですね、パワーオブドリームズ先輩たちの助けと、いいですね、ミドルキックも、はい、目標は武井良樹先輩というのが、これ手首に青いテープを巻いているのが大村165センチ、対して野田が166センチ、大阪出身野田、このパンチ、しかしこれローブローとなってしまいました。近藤海生選手、はい、ちょっとこれはかわせなかった。そうですね、仕方ないですかね。厳しい状態になりました。さあこの機会になりましたけれども、古田さん、楽しみにしているところ、期待しているところ、ぜひ、もうこれ高校生日本一決まるわけですからね、はい、ぜひ教えてください。やっぱり最後の最後まで、はい、投げずに皆さん頑張ってほしいな、最後の力を存分に振り絞って頑張ってほしいですね。まあ、今日長い一日ですもん ね、 ね、やっぱりもう3、4試合ぐらいしてるじゃないですか、はい、皆さん、体力とかもすごい心配なんですけど、はい、もう最後もうベルトを目の前にしているので頑張ってください。これが4試合合目、うわー、でも松本選手、これ目線鋭いままですね。そうですね、集中力はしっかり保ったままだと思います。いや本当にいい表情を崩しません。大村です。さあ今苦しくなりましたけれどもね、55キロ級です。 K1 でいけばスーパーバンタム級に当たります。3年生対決となりました。野田は試合前に語っています、自分の速さを見てほしいというふうに、それから10代でプロの王者になりたいという思いもあります。大阪出身野田、あー、これリカバリーしたか、いやまだ苦しいかという中で続行です。速いパンチ、はい、それをアピールしたい。手首に赤いテープを巻いているのが、ステップバックから右のパンチ、野田。さあ、海星選手、はい、大事ですね、またここから。そうです、あとはこのスペースと抵抗を、はい、この右、今は大村のパンチですね。パンチですね、今。あー、バッティングとなってしまった。ヘッドギアが決勝戦ではない状態での戦い、それから3分間という状況なんですが、松本選手、やっぱりいろいろ変わってくる中で難しいですね。そうですね、難しいですね。バッティングはちょっと危ないは危ないとは思うんですけど、はい、確かにパンチも入ってるんで、逆に大村選手は続けたいところもありますね。セコンドからも集中集中という声が飛んでいます。再開いたします。再開です。お互い左手を前に構えています。海星選手、はい、距離再設定ですよね、これ。そうですね、青野選手左も右も構えて、そうですね、そういう選手パワーオブドリームも多いですね。出せば当たるぞ。
りそういう先輩たちの右から左吸収したということか。詰めてくる大村、また顔をしかめているのは野田。また頭が近くなりますが、海鮮選手、はい、これも切り抜けていかなければいけないわけですもんね。そうなんで、気持ち折れた、両選手、ホールディングについて、コート中が一つずつあります。ミドルキック、大村。スピーディーに、また動き、前進してから大村の攻撃。何度もこれ顔面押さえて野田、またタイムストップです。タイムストップです。頭と頭がまた当たってしまいました。頭と頭なんてこうやって当たることないですよね。ないですよね。なかなかないですよね。さっきから結構ダメージを受けてる多いんで、すごい心配ですね。やっぱりそういう風に見えますか。はい。こういう時、海鮮選手、セコンドについてから食らっちゃった方には何て声かけるんですか。この場合だと、はい、気にすんなって感じだと思っちゃう。やられた、気にせず行きましたね、これ。そういうのが大事ですね。野田が左のフックでダウンを奪いました。松本選手、いいですね。そうですね、いいですね。ただやっぱ悔しいですね、大村選手は。ってことになりますね。結構ずっと攻めてたのが大村選手からだったんで、でもまあ、うまくカウンター合わせましたね、野田選手は。何かちょっと気持ちの動きというのも影響はあったのかどうか。右のストレート、大村が詰めてくる。それにはダウンを一つ奪ったのは野田。うわー、これロープを叩いて悔しがる大村の動き。起死回生の一撃がありました。赤い旗さんも上がっています。今日からひっくり返して野田葵 K-1 甲子園2020アンダー55キロトーナメント